タートしました。シアマゾンちょっとダッシュがつきません。 LA ウィンも後方からほとんど一線の中、ファビュラスラフィンコースタート、マーベラスサンデー、マルカダイス、そして前のトップガンも出てまいりましたが、中から一気に加熱クロス抜けました。的場騎手宣言通りに逃げました。リードは2馬身から3馬身と開いていく。ファビュラスラフィン、そしてそのうちに前のトップガン、2番手で虎視眈々と伺います。その後2馬身下がりまして、4番手の位置に単独マーベラスサンデー上がってまいりました。1周目第4コーナーのカーブであります。その後のグループ、ジェニュインを中にいたしまして、内からマイネルブリッジ、さらに外を回りまして、ずっと上がっていきましたのが、これがマルカダイス、あとサクラローレルが最内に入ってまいりました。中段でありますが、中北斗ベガ、そしてその内を回っておりますのがロイヤルタッチであります。あと後方グループ、おしまいから4頭目大気フォーチュン、ガンスパートナーは内、2馬身下がりまして、ヒシアマゾンゆったり折り合いをつけました。最後方見ない勝美の LA ウィンという体勢、1周目スタンド前から第1コーナーに殺到してまいりました。先手を取りました的場仁、加熱クロスリードは3馬身であります。2番手に前のトップガン、そしてファビュラスラフィン、内はマイネルブリッジ、外にマーベラスサンデーと後位グループを形成。そしてその直後に内をついて6番のサクラローレルが進んでいます。先頭まではおよそ6馬身の位置、その外にジェニーン、ピタッとオリビエ・ペリエがつけました。あと2馬身下がりましてロイヤルタッチ岡部、中をついて北斗ベガ、それからその外を回りましてマルカダイシスであります。向こう上面に入りました。あと2馬身下がりまして、後方から4番手ダンスパートナー、大気フォーチュンがその外、3馬身下がってヒシアマゾン、後方から2番手、2馬身下がってLAウィン、最後方です。向こう上面中間地点を通過。さあピッチが速くなってまいりました。3コーナーを目指します。その辺りで外に行った前のトップガン、前のトップガン加熱クロスを捉えましたが、またもう一度加熱クロス突き放すか。マーベラスサンデー、ファビュラスラフィン、そしてちょっと遅れたのがマイネルブリッジ5番手、代わってサクラローレルジェニーンが後位グループから先団に接近していく。あとロイヤルタッチ中段、北斗ベガ、それからマルカダイシスであります。その後方内々を回っておりますのがダンスパートナー大気フォーチュン。これから第4コーナーのカーブに入ってくる。前は固まってまいりました。加熱クロス、それからその人に前のトップガン、そしてその人をついたマーベラスサンデー、大外に回っていったサクラローレル、4頭広がって直線に向きました。さあ最後の難関坂を迎えます。その後中をついてマイネルブリッジが突っ込んでくる。マイネルブリッジ突っ込んで5頭広がった。加熱クロスいっぱい200を切った。アウイコミ勢からはロイヤルタッチ、キシアマゾンは大外から迫るがちょっと届きそうにない。坂を登って100、さあドクタクラローレルだ。サクラローレル抜けた、これは強いぞ。2馬身3馬身リードで五輪、やはり強かったサクラローレル。